おざっすまじごりです。というわけでですね、今回はねお知らせになりますね。ちょっとあのサムネとタイトルはね一回やってみたかったです。すいません、完全に出来心でちょっとね申し訳ないんですけどもね、まあ、お知らせがあるっていうのは本当なんでお伝えさせていただくと、ラジオ配信を始めましたということでですね、この今の YouTube 以外にももう一個ですね新しい配信を始めました。それがスタンド FM っていうアプリになります。でこれ何かっていうと、めちゃめちゃ平たく言うと YouTube の音声だけバージョンっていうことになりますね。なんでまあ僕はこうやって今 YouTube でこの顔を出してね、こう、まあ、身振り手振りで話してるわけなんですけども、まあ、これが声だけになるっていうことですね。でこのスタンド FM では僕はね毎日投稿してます。毎日配信をやってます。でなんでこれができるかっていうと、編集作業がいらないっていうところなんですよ。まあ、声をこう喋って撮って、で BGM を決めて、で概要欄にまあその動画のね、まあ、概要みたいなのとか、まあ僕だったら YouTube のリンクだとか、またなんかハッシュタグとかつけたりして、でもこれだけで出せるんですよ。もう本当に楽で、まあ、編集作業っていうか、もうなんか10分以内でもう動画っていうかね、その配信を出せるんですよね。これが本当にお手軽で、これなら毎日できるなというわけで、まあ、毎日ね投稿してます。なのでもちろんね、この今まで僕がやってきた YouTube では話してないようなことも、まあ、投稿させていただいてるんで、まあ、良ければねそちらの方も聞いていただければね嬉しいですということでですね、まあ、今回は完全にあのサムネ詐欺&、まあ、新しいねプラットフォームスタンド FM っていうラジオ配信を始めましたっていう、ご報告でした。まあ、次回からはちゃんとあの服のね、また新しい古着に関する動画上げていこうと思いますので、よろしくお願いします。スタンド FM の URL とかは概要欄に貼っとくんで、そちらもぜひねチェックお願いしますということで、最後までご視聴ありがとうございました。それでは Find me Find me Never know what happens in my life